チャットゥーマッチやチャットゥーマッチ。チャットゥーマッチやチャットゥーマッチ。ぽいぽい TV やぽいぽい TV。ぽいぽい TV やぽいぽい TV。おそらせなち、ぽいぽいぽい。はい、ありがとうございます。今日はね、対談企画で、滋賀からフレッシュな後輩を呼ばせていただいております。自己紹介、どうぞ。Yo! メディアレペゼン滋賀ライフスタイル。アロサイ、から始まる俺今日だーし。はい、炎上さんとティースラッガーさんにね、来てもらってます。お願いします。はい、滋賀を拠点に活動している、DJ のクラーケンです。マジで勢いバリバリ、若手バイブスバリバリ、超ヤバいアーティストが滋賀県に生まれたってことで、ぽいぽい TV の見てる皆さんぜひチェックしてください。ぽいぽい TV の見てる皆さん、ぽいぽい TV の見てる皆さん、滋賀で DJ やってます、バンディハンターって言います。マジで勢いマシマシ、かっこよさマシマシ、強さマシマシのパンティーハンターです。ぽいぽい視聴者の皆さん、よろしくお願いします。よろしく。マシ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 。まあ先輩炎上くんにつけてもらった、同じ炎上くんっていう人につけてもらったんですけど、まあクラーケンっていう名前なんですけど、まあ、クラーケンっていかの怪物じゃないですか、いっぱい手あるじゃないですか、お前はいろんなものを掴み取るよみたいな、そういう意味でつけてもらいました。はいはいはい。パンティーハンターはもう滋賀にのりさんっていうめちゃめちゃイケてるイケてる先輩がいはるんですけど、その先輩からつけさせてもらいまして、まあ、賞金稼ぎっていう意味なんで、まあその名前をもらったからにはやってやるぞと。音楽で稼いでやると、はい、そういうことです。なるほどね。はい、じゃあクラーケンとバンディハンターです。お願いします。よろしくお願いします。去年の8月そうですね、ワヤキャンっていうイベントで、まあ、あったん、お互い喋ってないんですけど、顔をパッて見合ったのはその時です。僕 DJ 初めてなくて、でその後に僕ら多分初めてラバダブイベント、ラバダブを握ったるぞっていう日が一緒で、その時がもうちゃんとしたリンクでしたね。それは俺はちょっと3回ほど握ってないけどらしいです。3回ほど握ってたらしいです。まあでもそういう感じで俺の方が先1ヶ月ぐらい早かったら、まあ、ライブショーケースは一緒の日でした。一緒の日。あ、まあ、それがきっかけで、二人がじゃ出会いましたって感じだね。はい。じゃ逆に、まあ、言ったら、もう、言ったら仲いいやん、二人とも。あ、そうですね。で、ユニットみたいな、もう感じになってるけど、はい、じゃ逆になんでそこまで行ったかなっていう、その、初めての出会いだけで。だからやっぱでも、都市が近いっていうのはでかいんじゃないですか。同じグループでやってて、都市が近くて。うん、で、まあ、めちゃくちゃイケてて。うん、やったらもう、一緒に曲作ろうという流れには立ってきました。はいはい。もう、よそのダンス行くのもずっと一緒やったから、自然とコンビ作ったり、なんかそんな流れになりました。あ、なるほどね。はい、どっかラバダブーム、あるイベントあるから一緒に行こうみたいな感じで、ずっと一緒に。だからもうずっと、その、おる時間が一緒やから、そう自然とこう、仲良くなっていくみたいな。そうです。あ、なるほどね。最初はめっちゃヤバいやつやった。めっちゃヤバいやつでした。第一印象やばい、あのピー入れてほしいですけど、めっちゃキッパやな。どういうこと、どういうことこれはピーやで。どういうこと、どういうこと、これはピーやで。どういうこと、どういうこと、どういうこと。フロアでキしてるやん。フロア初めて喋った日ですね、それは。もう、まあ、DJ としてはめちゃめちゃ渋いパンもしてるし、かっこいいけど、人としての第一印象はキスマン。去年の滋賀、滋賀のイベントでレゲビーっていうイベント、炎上っていうアーティストとティーズラッガーっていうアーティストやってる。はいはいはい。この二人の主催のイベントの名前がレゲビーっていう名前で、ね、11月、ちゃうわ。10ですね。10月ぐらいやったかな。ハロウィンぐらいのイベントに、俺もまあちょっと呼ばせて、呼んでいただいてて、まあ中に入りますと。で、楽屋入ったら、まあ関係者いるんで、挨拶するじゃないですか。キングさん行くでーすって。で、確か多分最初に喋ったのはクラーケンだったと思うんだけど、で、クラーケン喋った時に、あ、はじめまして、キングソニックです。よろしくお願いします。みたいな感じで言ったら、キングソニックさんですか？お、ぽいぽい TV 見てますよって言ってくれて、で、それで、うわー俺もあれだな、みたいな感じになって。言うてました。で、そっから、こう、俺もその名前を覚えて、こ
こうどんどん会っていって、会っていって、そのイベントとか一緒になっていってっていう感じだね。で、バンディも、バンディはね、兄貴、バンディハンターの兄貴はね、ティーズランガーなんですけど、バンディは兄貴が教えてくれたんよ。はい、ティー教えてくれて、で、教えてくれて、そこで認識して、で、ほんと、だから、バンティも、クラーケンも、こう、自分らのイベントとか、来てくれたりとか、あとは、こう、ゲストで一緒になったりとか、が多くて、こう、あ、頑張ってるなっていう感じで、今日呼ばさせてもらいました。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、です。です。だ。レゲエを知ったきっかけは、まあ、湘南の風を、もともと最初聞いてて、まあ、中学校入る前ぐらいに。でもそれはレゲエやと知らんくて、で、まあ、ある日、まあ、これってレゲエっていうジャンルみたいな感じで、その時から聞いて、うわ、レゲエって何やろ、初めて聞くぞ、みたいな感じで、日本、レゲエって調べて、最初に YouTube で出てきた、エクスプレスさんのモグラの歌っていうのがあって、もうそっからレゲエの世界が入ってきました。どっぷりハマったと。はい。じゃあもう、だから、少年の風に出会ってなければ。まあそうですね。レゲエを知らなかった。そうですね。俺と似とるかもね、結構。俺も湘南の風が好きで、おかん聞いとって。あ、そんな感じでしょ、そうそうそう、はい。で、それで、あ、めっちゃいいじゃんってなって、はいはい、聞いていって、そしたらその派生で、はいはい、ジャパニーズレゲエ、聞いていって、はいはい、で、またその派生でジャマイカンレゲエ、聞いていって、どんどんこう、ハマっていったみたいな感じかな、これ、マンディは。僕は、ティースラッガーが今日聞いててレゲエを。で、セフォンさんとか、少年バトル。いいね。だから聴いてて、レゲエとか、まあヒップホップも好きだったんですけど、まあいろんな曲ディグって。でも、あんまり世に知れ渡ってないアーティストまでも好きになったり。はいはいはい。もうレゲエ三昧でした。レゲエ三昧。レゲエ三昧。まあ、だから、お兄の影響はでかいかなと。はい。ありがとうお兄いや、それこそ、バンティーハンター。うん、お兄ちゃん、ティースラッガーと、ワヤキャンっていう、結構でかい野外のステージに見かけて、で、俺もともとちょっとその前から知ってたんですよ。なんか、滋賀でこういう人がいるって。で、見た時、やっぱり、レゲエマジでかっこいい。で、次の日、もう、その、炎上君とか、働いてるお店に行って、かっこよかったですとか言いに行ったら、じゃあ、レゲエ始めたらいいや。ってことで、こんなバリバリイケてるレゲエ DJ 誕生しました。で、僕は、外力っていうイベントが、毎年大見舞子であるんですけど、で、それで、まあ、めっちゃ有名なアーティストもいる中、まあ、滋賀の歌い手の人らが、大人数の中で、でかいステージで歌ってるのを見て、その魅力っていうか、音楽に夢を感じて、始めようかなって思って、こんなに爽やかな兄さん、滋賀に誕生しました。爽やかな兄さんです。です。最高の街、滋賀大好き琵琶湖は汚い。はい。間違いなく今の俺の人生よりかは面白くないことは確かだと思います。なんやろ。野球やってたんで。多分バンディもやってたんやけど。そう、野球やってた。あ、そうなの。なんで、多分レゲエやってなかったら今頃プロの世界で活躍してるかなと思ってます。スター。僕も野球やってたんですけど、実は。あ。じゃあ、サウンドマン、セレクターやってなかったら、今頃何やってたの？あのね、俺これ前の動画でも言っとるんだけど、多分ね、スポーツショップで働いてます。うわ、めっちゃ働いてそうっすわ、マジで。マジで働いてそうや。俺多分ね、スポーツショップ、なんか野球専門店とか、なんかそんなんでこう、グローブをこうやってたの。好きだったんよ、俺。こう紐なんか直したりとか、はい、だから多分音楽やってなかったらこう多分こうやってたグローブこうパンパンポイ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 編集大変だ。携帯ゲームで、ブロスターっていうちょっと可愛いキャラクターのゲームがあるんですけど、それをちょこちょこやったり。今の時間にって感じです。ゲームが好きですか？ゲーム、はい、まあそれなりに好きです。野球は好きです。野球は好きですね。ファミスタやってますか？ファミスタやらないです。ファミスタやらないです。プロスピアノ好き。
あ、パワープロ派っす。あ、パワープロか。俺もパワープロ好きっす。パワープロ。人間観察。人を見るのが好き。女の子やろ、はい、です。今年の目標。まあ、今年の目標は、まあ、僕、もう来年にジャマイカ行くって決めてるんですけど、それに向けての、まあ、足場固めるであったり、まあ、ジャマイカで何をするのかとか、まあ、結構決めてから行きたいなと。まあ、貯金ですね、って言うたら。あとはダンスに通いまくる。作品とかは？作品ですか。あ、大切なこと言わされてました。ダンス、僕らは主催ダンスしてるんですけど、まあ、それもいっぱいバンバン打っていきたいなと思ってます。作品もバンバン出して。じゃあ、見とけよと。俺らの年にするとか。はい。パンティは？そうですね。やっぱり、まあ、ヤングガンというダンスをフラーキングって言いますけど、まあ、そのダンスはもちろん盛り上げるつもりやし、盛り上げるけど、うん、まあ、いろんなダンスに顔出して、リンク作って、あ、もっとラバダブドが入って、いろいろ活動の幅広げられたらな、今年は思ってます。うん。はい。じゃあ、頑張ってください。はい。はい。プロリビ、ありがとうございました。シガーでめちゃくちゃ頑張ってる。山。アーティスト2人、はい、クラーケンとバンディに、はい、来てもらいました。ありがとうございます。山。どうでした？いや、もう、これがぽいぽい TV かと。うん。もう、デビュー戦、こけないように、頑張ります。はい。まあ、とりあえず、セランチン君のギャップがすごかったですね。これがぽいぽい TV の良さ、ね。あ、撮影とプレイとか。そういうこと。はい。ということでね、ぽいぽい TV、ありがとうございました。ありがとうございます。動画良かったら高評価とチャンネル登録、お願いします。グッドボタン。ぽい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 。ぽい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 。ぽい。Bye bye TV, bye 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 bye.